ビアンチュビアニロネナナルカルボンビアーレ M2007 年、モデルビアンキの伝統的カラーである、チェレステ近年のレパルトコルサモデルに付属する、ステッカービアンキは、イタリアの自転車ブランド。現在の自転車が発明された年に、自転車メーカーとして創業しており、現存する中では、世界最古の自転車ブランドである。ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイクといった、 様々な種類の自転車を販売している。2005年には会社設立から120周年を迎えた。1988年からスウェーデンのグロマルディインディストリグループがフランスに本社を持つサイカリリープ AB 傘下のブランドとなった。2009年には東京にビアンチコンセプトストアがオープンした。記念となる年には他のメーカー同様にイヤーモデルを生産している。 基本的には、ビアンキも他の自転車メーカーと同じように、デザイン部門と生産場所が異なっている。例えば、アメリカでは、ビアンチ、USA がビアンキを取り扱っていて、デザインはアメリカ国内で、生産は台湾で行われる。日本では、アメリカモデルジャパンモデルレバルトコルセモデル、OEM モデルが販売されている。ロードバイクとマウンテンバイク。 フラットバーロード及び式サイクルの一部の車種はデパルトコルスと呼ばれるレース用自転車製作部門において製造されていた。デパルトコルスでは手作業でフレームが製作されていた。デパルトコルス製造または組み立てのモデルにはハンドメイドインイタリーというデカールまたはステッカーが貼られている。チームビアンキの一員として2003年のツールと フランスを走るヤンウルリッヒ・ビアンキは、ジロで、イタリアやツールド・フランスといった大きなレースで輝かしい成績を残している。特に有名なのは、ファウスト・コッピア・フェリーチェ・ジモンディ、マルコ・パンターニラで、彼らはビアンキを使用してジロでイタリアとツールド、フランスで総合優勝している。ダブルツールを最初に成し遂げた自転車も、ビアンキ製である。近年では、 ダニーロ・ディルーカがビアンキを使用して2005年、初代 UCI プロツアーのタイトルを獲得した。これらを含め、ビアンキ製自転車はなどの成績を残している。かつては長きにわたり、プロチームのメインスポンサーも務めていた。近年は、機材の供給やサブスポンサーに留まり、メインスポンサーとなることはなかったが、2003年には、有力選手を多数抱えた。 チームコーストがシーズン中にメインスポンサーが撤退。破綻状態に陥ったため、救済のために急遽ビアンキがスポンサーに交代し、チームビアンキとなっている。ビアンキは積極的にマウンテンバイクを生産しており、1990年代後半にはダウンヒルバイクも生産していた。近年ではクロスカントリーバイクに力を入れており、ワークスチームを持っている。 アテネオリンピックでは、ビアンキ製、クロスカントリーバイクに乗ったジュリアン・アブサロンが金メダルを獲得している。彼は2002年には、MTB クロスカントリー EU-23 のヨーロッパチャンピオンにもなっている。以下は、ビアンキ製バイクが MTB レースで成し遂げた主な戦績である。ビアンキは、アルミフレーム、メガプロにより、現在まで続く大口径パイプを用いた。 アルミフレームの基本デザインを確立したメーカーである。レースで使用された初のカーボンモノコックフレームはビアンキ C4 であるが、以降のビアンキは自社でレーススペックのカーボンフレームを生産することには消極的で、近年のレースにおいてはプロ選手にもフルアルミモデルを使わせていた。しかし、2007年頃から本格的にカーボンフレームを製作し始め、近年では ナノカーボンに代表される最先端技術を使用してフレーム作りを行っている。2004年にはルナと呼ばれるホワイトカーボンを使用したコンセプトバイクを発表した。あまりの評判の高さにコンセプトモデルとほとんど同一のものが台数限定で市販されたが、後に通常モデルとしてもルナの名を冠したフレームが市販された。ビアンキは早くから チタンフレームの製作に取り組んでいた。リクインガス時代のマグヌス・バックステッドは、ビアンキのチタンフレームを好んで使用していた。パリルーベでは、チーム全体が使用していた。1899年、ビアンキは自動車部門も設立し、四輪自動車の開発、製造も行った。戦時中は、機関銃を搭載可能な自転車の開発など戦時産業にも、携わった。 また、二輪車発のベベルシャフト DOHC エンジンを搭載したモーターサイクルも製造している。そのモーターサイクルの一モデルとして有名であったのが、フレッチャ・セレステである。第二次世界大戦後、工場の被災等もあって採算が悪化し、本体は、本来の自転車産業に特化して、自動車部門はフィアとピレリの出資を受けて、アウトビアンキ車として独立することとなった。 フィアットの小型車のプラットフォームを使いつつ、独自の遊び心のある乗用車を製造し人気を博したものの、やがてフィアットが同社の全株式を取得するに至って、ビアンキはブランド名の一部としてのみ残り、1992年にはブランド名も消滅した。ビアンキの自転車は伝統的にチェレステという緑色に近い青色で塗装される。この色は、 イタリアのマルゲリータ王妃の瞳の色をモチーフにしたという伝説がある。創業者であるエドワルドは1895年にマルゲリータ王妃に歴史上初の女性用自転車を製作、献上した際、乗り方を指導している。その年のミラノの空の色を見て現地の職人が色を調合するとも言われており、チェレステカラーは毎年微妙に違った色になるとされる。 緑色に近い青色という通り、青みが強くなる年もあれば、緑色の強い年もある。現在は、ホームページを作る際などのためにカラーコードが、パントネ333と指定されている。本件は2008年8月に、茨城の男性が、当時のビアンキ代理店であった秋キの企画開発、台湾ホタカの製造による、クロスバイク、バックストリート乗車中に、 台湾 RST 社製サスペンション付きフロントフォークのスプリングが接損し分離したため被害者が前方路面に顔面を強打全身麻痺になってしまったことの損害賠償請求事件及び求償金請求事件に関する賠償命令である2013年3月25日に東京地方裁判所にて日本でのビアンキ輸入元のサイクルヨーロッパジャパン 株式会社に対し1億8900万円の賠償命令の一審判決が下された。その後、2013年10月30日に和解が成立し、原告側の代理人弁護士が解決したことを発表した。ありがとうございます。